こんばんは、銀さんです。マキさんです。はい、それじゃあ映画レビューの方、最新作の映画レビューの方をしていきたいと思います。はい作品名を、はい、いきます。トイストーリー4。はい、どうしようかな。まあいつも通りある数字言っていい？点数ね。点数だけでいい？あらすじやん。あらすじ言うか。あ、じゃあ前作3でアンディと別れた、ウッディたちがボニーの元で、どう言ったらいいかな、まあボニーの世話をするみたいな、はい、っていう話で、でそのボニーが初めて通う幼稚園で作られたおもちゃ、フォーキー。そうやな、フォーキー。フォーキー入ってますね。フォーキーがすごいもう逃げたがると、ボニーの元からもう去りたがる、それをウッディが止めるっていういざこざ、はちゃめちゃコメディ、アドベンチャーコメディハートフル、はい、っていう話です。点数、はい、一緒だったっけ。一緒でいいよ。じゃあまあ2人とも8点です。10点中8点。はい、たまになんで入るの。いや顔するんで、人の。ああ人の無駄く後からするのめんどくさいですか。めんどくさい。早く、はい、もう2分経った。じゃあ8点ということで、はい、まあそうですね。まずどうでした、シリーズ踏まえて。まずあれ対談風やからな、はい、質問していきますんで、はい、どうでした前作と比べ、前作というか今までのシリーズを愛してやまないマクさん、はい、どうでしたこの4作目。3で終わっとけばって感じでした。ああ、と思った、はい、そうですかちょっと待って、それだけ、それだけでいい。でもな、よかったんけど、何やろ、見るうちにもっとまた好きになると思う。あ、4も、うん、まあ、まあ、そうやね、うん、3も初めは思んなかった、実は、1回目は、だから見ていくうちにまた好きになって買うんじゃないでしょうか。はい、はい、じゃあ何しよう。キャラクターにしようかな、うん、今回キャラクターまた5人ぐらい増えたけど、あのフォーキー、あとギャビー、よう覚えてんな、ギャビーとそのしもべと、うん、あとはチョコレートプラネットが声優してたぬいぐるみとか、あとはあの某の相棒、肩に乗ってた ちっちゃい警官の。どうでした新キャラは。俺はギャビーが好き一番。あ、そうなんや、うん、ちなみに銀さんはフォーキーとチョコプラの声優担当のキャラクターがすごい良かった、はい、理由はありますか。やっぱり面白い、なんていうの、ギャグコメディにすごい貢献してた。確かにね、なんか結構今回コメディ多かったな。そうやな、うん、もうお母さんたちがすごい、お母さんというか女性陣がすごい笑ってた、観客の。そうや、だからなんかいつもみたいな お世辞の笑いとかじゃなくて、うん、みんなちゃんと心の底から笑ってたよね。はい、じゃあなんかあってんけどな。あ、せや、そのあ、まあいいや、どうしよっかな、質問が思いつかないねんけど。じゃあ、あの考えてる間にちょっと、あ、いい、はい、ギャビーの魅力を。あ、ギャビー、はい、お願いします。まあ、声優が荒木優斗というところで、まずそこに惹かれた、うん、はい、声がすげえなと思ったから、はい、最後エンドクリジットで見てびっくりした。
はい、であと今回のヴィランが多分ギャビーやん。そうやな、ヴィランがギャビーやんな、多分な、ヴィラン枠がギャビーやねんけど、うん、なんかヴィランヴィランしてないというか、なんか新しいヴィランやなと思って。そうやな、最後も良かったし、動機がすごい共感できるし、うん、なんか悪人の動機ではないね、うん、やり方はちょっとあの悪人っぽかったけど。そうやな、うん、なんか新しいヴィランって感じがした、うん、あのピクサーらしいヴィランって感じがした、うん、あ、これ見る前に、うん、あ、いい質問、はい、見る前にマクさんは今回の、舞台は遊園地っていうので言ってたやん、うん、けど実際遊園地じゃなかったやん、そんなに。それなんかメインが、雑貨屋というかアンティークね。そう、アンティーク、はいはいはい、やったけど、それはどう、期待外れというか。それ言いたかった。よかった、ありがとう、はい、期待外れやっぱな、うん、ちょっとあれな、あのあれなんか遊園地の乗り物を使ったアドベンチャーが本当繰り広げられるのかなと思ってたけど、うん、最後だけだった。そうやな、うん、あ、それ言わせてた、ありがとう、どうも。ちょっともう早いけど最後、これちょっとネタバレの含む質問になっちゃうけど、あ、はい、気をつけてください、はい、最後ウッディが、ボニーの元から離れて、バズとも別れてっていう展開エンディングでしたけど、それはどうですか、どうでした、ファンからして。難しいなこれがまたギャビーの別れ方はもう100点満点。そうやな、あれがボニーの元行ってても、うん、ギャビーやっていけてたかなってちょっと不安やってんけど、初めは、うん、でもちゃんとギャビーじゃないその元へ、うん、自分からちゃんと行ったのも偉かったな、うん、ギャビーは完璧やったけど、その後ボーのこと好きやったもんな。そう、ボニーの元から離れたっていうよりかはウッディがボーと一緒にいたい、いたかったから、うんうん、ボーに近づいたっていう見方の方が正しかった。はいはいはい、だから今まではウッディ多分自分を捨てて飼い主というか、そう、子供のために頑張ったのをこれからは自分のために生きる、自分だな、自分の欲というか、う、自分に正直になって生きるっていうのがそうなんかな。やばい、このレビューでめっちゃ手上がったよ。ほんまに、これ9にします。良かったです。そう、まあ、自分に正直になれ、なれって、正直というか足かせが外れた、うん、飼い主、持ち主っていう、うん、多分アンディのところにおった時のウッディとボニーのところにおった時のウッディは全然ちゃう。ちゃう、全然ちゃう。だからそういうことなんだ、うん、あ、良かった、好きでしょ。以上ですか、うん、じゃあ終わります。めっちゃええレビューじゃん。 ありがとう、ちゃんと考察もそうできたし、じゃあ閉めます、はい、ありがとうございました。うない。